中日、小田豪輝外野手、24、が、秋季教育リーグ、宮崎フェニックスリーグ、で打率と盗塁でチームトップの成績を残し、打撃部門の2冠に輝いた。28日の日本ハム戦、速見、は雨天中止となり、7日から始まった同リーグの全日程を終えた。立浪監督ありがとう。レフトスタンドの中日ファン、写真。宮崎では大きな収穫を手にした。小田は中止となった25日の巨人戦、サンマリン、の際、現役時代に走塁のスペシャリストで通算228盗塁を記録した巨人の鈴木貴博コーチを突撃訪問。敵チームだけに不安を抱きながら向かったが、邪険にはされなかった。プロ野球界のためだと思い、鈴木コーチは対応してくれたに違いない。学んだ盗塁の極意3か条は、1、スタートを切れたら走れ、2、直球なのか変化球なのか配球を読め、3、ピッチャーとキャッチャーの心理を考えよ、だった。もっと簡単にスタートを切ったり、この宮崎で磨いていこうと思っていたけどまだまだ。いろいろ野球を見たり経験して、しっかり学んでいきたいと思います。今リーグでは打率3割8分2厘、34打数13安打、で7盗塁をマーク。チームの打撃部門の2冠に輝いた。1軍で、スタメンを目指すためにも、宮崎で1番は打撃でアピールしたかった。でも、昨日も5打数無安打だった。波があるので波を少なくしていきたい。定位置獲得を目指し、心身ともに鍛えていく。